風刺画をあげまして、はい、はい、これなんですけど、これね、私はね、どういう意図でもって書いたかって言いますと、はい、あのここにいらっしゃる先生方はもちろんなんですけれども、日本人男性素敵な方が多いんですよ、ね、そうすると非常に表になるでしょ皆さん。だからこういう、なんていうんですかね、まあ自分の出世のためにこう言い寄ってくる女性もたくさん多かろうと、そういう女性の被害に皆さんあってはいけませんよっていう意味を込めて、まあ所詮漫画でございますから、そういう美しい女性が、枕営業失敗したという絵を描いたんですけれども、これがなんかの海賊の連中が実在の人物に勝手に投影しまして、その女性に対して失礼だろっていう風に勝手に怒ってるんですよ。勝手に怒ってる、ね、で私はその勝手に怒る女性に逆に失礼だと思うんですね。それは架空の人物なんですか。これは架空の人物で、はい、山路沙織さんっていう方なんですね。山路沙織さん、山口って書いてある。山路実在する、しおりさんという美しい女性ですね、はい、早くの皆さんのアイドルです。私彼女がね枕営業なんかするはずもない、でもししたとしても失敗してるはずがない、うん、大成功。彼女は美しいし、国会にも出ましたしね、でこれからニューヨークでしたっけ、国連にも行くっていうお話ですし、はいはい、もう彼女大成功してますね。で彼女は嘘つくような女性じゃないです。目見ればわかります。私の体が覚えてるって言ったんですよ。そういう女性のことは私は信じざるを得ませんっていうことなので、早くの皆さん一方的に勝手に勘違いしてね、怒るのはかえって実在するしおりさんに失礼ということで、締めさせていただきます。すいません、はい、これライブで出してよかったんですけど